二次創作、影の実力者になりたくて、アディション、楽しい楽しいモブライフ、第11話、天丼に、高評価、チャンネル登録、お願いします。影の実力者になりたくて、影の実力者になりたくて、アディション、楽しい楽しいモブライフ、第11話、天丼に、最近疑問に思っている、果たして僕は本当にモブなのだろうか。周りからの評価は王女2人をたぶらかしたクズ野郎、王女2人に挑み見事勝ち取った勇者、恋愛マスターとなっている。恋愛マスターは偶然だ、本当に不本意だ。余談だが僕らの友情に亀裂が入っている。最近は殺意すら向けられている。どうしたらモブになれるんだろう。次の日からローズ先輩の付きまといが始まった。本気だったらしい。授業が終わって帰ろうとして、教室の扉を開けると、一緒に帰りましょう、シド君。ローズ先輩がいた。怖い。先輩の教室とはかなり離れていて、授業が終わったばかりのはずなのにそこにいるのだ。何回か断ろうとしたが捨てられた子犬みたいな反応をするので断れずにいる。生徒会長だから仕事もあるし気にしないでほしいと言ったら、今期の決算は全て済ませています。この人は僕と帰るために生徒会の仕事を全て終わらせたらしい。とんでもない行動力だ。真っ黒な光のない目で見てくる。褒めていいものなのか？褒めたら、犬みたいに喜んでいた。ちょっと可愛い。いつも教室の後ろの扉を使うから前を使えばいいと思って扉を開くとそこにいる。僕が教室から出ないと諦めると思っていたが、数分もしないうちに入ってきて。一緒に帰りましょう、シド君。腕を引っ張られて連れて行かれる。一緒に帰っている時はとてつもなく嬉しそうに腕を絡めてくる。別に悪いことしているわけではないので怒れない。二人に助けを求めようとしたが、殺意のこもった目で見てくる。唇を噛んでいるので血が出ている。呪詛も飛んでくる。友情に亀裂が入った、もともとあったかどうか疑わしいが、恋愛マスターと呼ばれるようになったのは未だに理解できない。きっかけは僕を勇者と思った上級生の先輩が恋愛相談をしてきたことだ。何でも、気になっている女性がいるがどう話せばいいかわからないと相談された。正直断りたかったが相手が上級生、実家の爵位が上ということもあって断れなかった。適当に話を合わせてアドバイスをした。僕のアドバイスなんかでうまくいくわけがないと思っていた。次の日にアドバイスした先輩が教室に来た。気になる人と話したらしい。すごい行動力だな。ありがとう。君のおかげで付き合うことができた。本当にありがとう。付き合うことができたらしい。感謝を伝えられながら抱きしめられた。男のハグはいらない。感謝の気持ちと言われ金銭ももらった。あのアドバイスで付き合えたらしい。なんで？そう思っていると相手の女性が教室に来て感謝された。もともと彼女の方も好意があったらしかったが自分から言うにも恥ずかしく言えなかったそうだ。そのタイミングで僕のアドバイスを受けた先輩が突撃し見事交際に至ったというわけだそうだ。アドバイスしたタイミングが良くなかったようだ。その後も何件かの相談を受けた。男性からは気になる女性と話す方法とか接し方。女性からは男性の振り向かせ方。どの程度なら男性に惹かれないかとか色々聞かれた。前はタイミングが良くなかっただけでそう何度もうまくいくわけがないと思っていた。だが全員うまくいった。なんでだよ。もちろん全員が付き合えたというわけではない。友達から始める人もいるらしいがかなりいい感じでほとんど恋人と言ってもおかしくないようだ。クラスでの評価はどんどん上がっていた。最近喋りかけられることも増えたし、皆僕の話をしている。結構顔はいいよな。クレアさんも美人だからな。俺あいつの体見たことあるんだけどすごかったぞ。すごい、何が。全身バキバキだったんだよ、ありゃやべえ。鍛えてくれないかな。マジかよ。正直惚れたぜ。男子からの反応はいかにもといった感じだ。最後のやつはそういう意味で言っているわけじゃないよな。アルファに頼んでこいつけしてもらうか。そこそこ可愛いよね。
狙い目としてはあり、相手が悪すぎでしょ。男子がバキバキって言ってたけど本当？みたいかも。あっちはどうなのかしら？女子からの反応は何と言っていいかわからない。これがアルファたちに知られたら彼女たちは行方不明になってしまう。なんとかニューたちを黙らせないと。裏切り者が許せません。後ろには血の涙を流し呪詛を吐き続けているヒョロとジャガが座っている。最近はずっとこんな感じで、あるかどうか疑わしかった友情に亀裂が入った。僕に恨みを垂れ流していて気づいていないが、二人の評価は急降下している。少しは指導を見習ったらどうだ。小野郎が、ジャガのやつストーカーしてたらしいぞ。最低だな。男子たちはやっぱりストーカーは許せないらしい。二人は男子からソース感を食らっている。かわいそうだと思うが、ストーカーはやっぱり引く。前に喋ったけど下心丸出しでキモかった。私も漏らしたやつはさすがにね。シド君見た後だとなんか見劣りする。漏らしたのは僕に原因があるけど、いろいろされているので反省はしていない。こんな風に二人の評価が下がりまくっているせいで、いつも一緒にいる僕の評価がそこまで上がらなくても美化されて見られていたのが、最底辺の評価で見られているので、僕が成人レベルで見られている。どうして俺頑張ってるのに。クレアさんで満足すべきでしょう。血の涙を流しながら呪詛を吐く。そういうことを言うから評価が落ちるんだよ。今もゴミを見るような目で見られているのに気づいていない。今日も二人に呪詛を吐かれながら一日を過ごし、放課後になったので帰ろうとして教室の扉を開ける。一緒に帰りましょう、シド君。当然のようにローズ先輩がいる。昨日はどうしても用事があると言って断ったのでテンション高めだ。ちなみに用事というのは、先輩と一緒に帰っているのを報告されると困るので、ニューたちとデートをすることになった。一線は越えていない。頑張って耐えた。三人とも僕を宿に連れ込もうと必死だった。デートが終わった後集まって話し合っていた。私たちだってかなり大きいはずなのに。七影の皆様はどうやって落としたと？もう媚薬を使うしかないのか。聞かなかったことにした。なんであそこまで本気なんだ。この間会ったばかりのはずなのに。三人増えるとかシャレにならない。クラスメートも最初の方こそ驚いていたが、慣れたようで当たり前の景色として見ている。腕を組んで廊下を歩いているけど、皆も同じような感じだ。慣れるの早すぎだろ。今日はできるだけ早く帰らないといけない。アレクシアがいるからだ。最近は王族としての仕事で学園にいなかったが、今日はいるのだ。だから見つからないうちに。何をしているのでしょうか、ローズ先輩。見つかった。振り向くと笑顔だが、目に光のないアレクシアがいた。周りの人たちは離れていって道ができ、そこをアレクシアが歩いてくる。胸に腕を抱きしめるように腕を絡めてくる。右腕にアレクシア、左腕にローズ先輩。両手に花だが全然嬉しくない。僕を挟んで争わないでほしい。怪我をさせてしまったので私がサポートしているんです。そうですか。ですがそれはこ、い、び、とである私がしますので、お気になさらず。二人の抱きしめる力がどんどん強くなっていく。指が食い込んでいる。痛い。胸を当てないでください。お願いします。生徒会長としての仕事がありますよね。私が守りますので、お帰りください。大丈夫です。決算はすべて済ませていますので、シド君との時間はたっぷりあります。無自覚な煽りが飛ぶ。アレクシアの爪が腕に食い込んでいる。何人か同情しているようだが、助けを求めると目をそらされる。そもそも人の恋人に粉かけるのはどうなんですか。仮の関係とお聞きしていますので問題ないはずでは。またも無自覚な煽りが飛ぶ。右腕から嫌な音が鳴る。逃げるしかない。トイレに行かせてください。ダメです。ダメよ。トイレぐらい行かせてくれ。こう笑顔が怖い。二人とも笑顔だが、目に光がないのだ。そういえば昨日デートした時も笑顔だったが、三人とも目に光がなかった。何か最近会った女性はこんな感じが増えた気がする。お願いします。行かせてください。強めに言うと腕を離してくれた。すぐにトイレに駆け込んだ。結構やばかった。
トイレを済ませて手を洗う。我慢していたからすがすがしい気分だ。だが問題が消えたわけではない。トイレの扉の前に二人がいるのだ。正直ローズ先輩にはちょっと引いている。極限までの脱力を行った手を離すことなく握り続ける超人。アレクシアは最近ベータに似てきた。僕の一日を観察しているようだ。だからちょっと距離を置きたい。後ろを見ると窓がある。この階の高さならモブが飛び降りたとしても不自然ではない高さだ。もう一度扉を見る。まだ二人はいる。一点二人に捕まりに穴が開く。ニューたちに脅迫されデート実行。二、明日の僕に全てを託し窓から脱走。僕は窓を開けて飛び降りた。明日の僕よ、任せたぞ。おっと、綺麗に着地が決まった。なんとか逃げ切った。誰から逃げていたのかしら？僕は全力で逃げた。だが捕まった。話があるの。ヒョロとジャガが、何もないって言ってたわ。こんなところで話すようなことじゃないから場所を変えるわよ。あんたの部屋とかどうかしら？いいわよね。はい。そのまま引きずられていった。選択肢は3だったようだ。3、逃げた先で姉さんに捕まり尋問を受ける。すまない明日の僕、生きていられるか保証できない。出てこないわね。シドが窓から脱走した後も二人はトイレの前で待っていた。ねえ、そこのあなた。は、はい。喋りかけられた男子生徒は震えている。相手が王女で、笑顔だが目に光がなければ誰でも怖いと思うだろう。確認してもらえるかしら？はい、お任せください。敬礼した校トイレに駆け込んでいく。周りで見ている生徒たちも物音一つ立てない。少しして青い顔をした生徒がトイレから出てくる。いりません。言い終わった瞬間に二人の足元に雲の層状の亀裂が広がった。そして、うふ。そう、逃げたのね。シード君、私を置いて帰るなんて。周りの生徒全員の顔色が悪くなった。その表情はなんてことしたんだと言っている。ローズ先輩、何でしょうか？協力しませんか？そうですね。二人は力強く握手する。全員がシドに対する評価を改めた。重い愛を抱く王女二人に捕まった哀れな男。シドに敵意を持っていた者も同情している。逃がさないわシド。逃がしませんわシド君。これを見ていた生徒たちは彼には優しくしようと思ったそうだ。一人の女は愛がさらに重くなり、命の恩人にあった女は十目の愛を抱くようになった。姉さんに捕まり寮まで引きずられた。寮母さんに大事な話があると言ったら許可が出た。クソ。部屋に入るとベッドに押し倒されて上に乗られた。犬は上下関係を示すために上に乗るらしい。僕は犬じゃない。聞いてる。聞いてます。僕の首には姉さんの手が添えられている。あんた最近、私のことないがしろにしてるわよね。そんな子、グーエ。首を絞められた。この人弟に愛情がないのか。別にいいのよ。あんただって男なんだからチヤホヤされたいでしょう。いや、別に。認めたくないけど、あんた顔はいいから女が寄ってくるのは仕方ないわ。僕モテな。はあ。グヘイ。シドは知らないが上級生の女子の間でもそこそこ人気がある。クレアはクラスメートから何度か紹介してほしいと言われている。別に怒ってるわけじゃないのよ。ただね。妻をないがしろにするのは良くないわよね。そうだ、ちょっと待って。何？妻ってだ、グア。はあ。僕に婚約者がいるなんて聞いたことない。実家にいた時にもその手の話は聞かなかったし、オウトに来てから手紙が来たこともない。これがアルファたちに知られたら近いうちに身元不明の遺体が見つかってしまう。だから確認しないといけない。婚約者がいるなんて聞いたことないんだけど。あんたの目の前にいるのは誰？かっこよくて綺麗なお姉様です。そのお姉様があんたの妻よ。は、何を言ってるんだこの人。姉さん、僕たち師弟だよ。それが何？師弟じゃ結婚。大丈夫よ。あんたは何も気にしないでいいのよ。でも、
お母様にはすでに話をつけたわ。あとはあのハゲをボコ、説得すれば何も問題ないわ。何だと、そんなバカな。あのおかんを説得したというのか。オトンは反対するだろうが、家庭内カースト最底辺の意見なんて潰されるだろう。もしくはミニストレートを叩き込まれて終わりだ。お姉ちゃんと結婚したいって言ったでしょう。だからお姉ちゃん頑張ったの。頬を赤く染めて頭を撫でてくる。目は真っ黒で光がない。嘘だろ、子供の頃の話を本気にしたというのか。お姉ちゃん、あんたのために純潔を守ってるの。だからあんたも童貞を守るのよ。言えない。すでに僕の童貞が7人の捕食者たちに美味しくいただかれたなんて。最近3人増えそうになっているなんてとても言えない。しかも定期的に関係があるなんて言えるわけがない。言ったら戦争が始まる。姉さんではアルファたちに勝てるわけがない。まさか女を抱いたとか言わないわよね。グーえ、まだしてません。嘘は言ってないわね。よし、なんとかごまかせた。姉さんが上から降りる。あんたの妻は誰？お姉ちゃんです。あんたの童貞は誰のもの？お姉ちゃんのものです。よろしい。扉を開けて出ていく前に振り返って、お姉ちゃん以外で童貞を捨てたら実家に閉じ込めるから。ただうなずくしかなかった。姉さんが出た後は廊下から帰るのを見送った。部屋に戻ると燃え尽きたようにベッドに座った。捕食者が増えた。バレたら国が消えるレベルの戦争が始まる。なんでこんなことになったんだろう。二次創作、影の実力者になりたくて、アディション、第12話、核を目指した男、高評価、チャンネル登録、お願いします。